ヒモシン、または、レンニンは、レンネット中に存在するプロテアーゼである。メリップスでは、A1 ファミリーに属するアスパラギン酸プロテアーゼである。ヒモシンは、生まれたばかりの半数動物の、第4位の内壁で産生され、摂取した父の凝集を行う。ヒモシンは、チーズの製造に広く利用されている。現在では、牛由来ヒモシンは、代替的供給源として、 大腸菌エシュリキアコライ、コウジカビアスペルギルス、ニジェールバリエーションアワモリ、コウボクラウバーアミセスラクティスでの組み換え、発言によっても製造されている。ヒモシンは、生まれたばかりの半数動物の第4位の主細胞で産生され、摂取した乳汁を供入する。その結果、父は腸に長く留まることとなり、よく吸収されるようになる。豚、猫、脚類など、 半数動物以外の一部の動物もキモシンを産生する。ある研究では、人の新生児でもキモシン様の酵素が存在することが報告されているが、他の研究では、この発見は再現されていない。人の一番染色体にはキモシンの二性電子が存在し、タンパク質の産生は行われない。人は、ペプシンやリパーゼといった乳汁の消化を行う他の酵素を持っている。 キモシンはチーズの製造時に父のチンゲントカードの形成に利用される。キモシンの天然の基質はカッパカゼインであり、105番のフェニルアラニンと106番のメチオニンのアミノ酸残器の間のペプチド結合が特異的に切断される。カゼインの疎水的なパラカゼイン部分と浸水的な酸性糖ペプチド部分が切り離されることで疎水的部分が凝集しゲル化が起こる。 カッパカゼインのヒスチジンとキモシンのグルタミン酸、アスパラギン酸との間の静電的相互作用によって、酵素への気質の結合が開始される。キモシンに気質が結合していない時には、ベータヘアピン構造が活性部位と水素結合を形成しており、活性部位を覆うことで気質の結合を防いでいる。半数動物でキモシンを高度する新遺伝子と、 それに対応する人の二遺伝子についての情報を示す。微生物や動物由来のレンネットは不完全であり希少でもあったため、チーズの生産者は代替物を探していた。遺伝子工学が発展するにつれて、動物の胃からレンネットを産生する遺伝子を抽出し、それらを特定の細菌、菌類や酵母へ挿入することで発酵によって、肝ンを生産することが可能となった。 遺伝子組み換え生物は発酵後に取り除かれること、キモシンは発酵培置から管理されることから、発酵法で生産されたキモシンには、いかなる遺伝子組み換えに由来する要素や成分も含まれていない。f p c は動物由来のキモシンと同一であり、より効率的に生産される。f p c 製品は1990年以降市場に出回っており、 理想的な漁入酵素であるとみなされている。FBC はアメリカ食品医薬品局による登録と認可が行われた最初の人工的に生産された酵素である。1999年時点ではアメリカ合衆国のハードチーズの約60%が FBC を用いて製造されており、世界的なレンネット市場で最大80%を占めている。 2008年までにアメリカ合衆国とイギリスでは商業的に生産されているチーズの約80%から90%が FPC を用いて製造されるようになっている。最も広く利用されている FPC は A ニジェールまたは K ラクティスを用いて生産されたものである。FPC はキモシン B のみを成分として含むため、 動物由来のレンネットと比較して高い純度が得られている。動物や微生物由来のレンネットと比較して FPC はより高い収率でよりキメが細かく苦味の少ないカードを製造することができる。ありがとうございます。